然ですが、そろそろ腕試しに挑戦してみてはいかがでしょう。バトルメニューの中にバトルアリーナを追加しました。早速移動してみてください。バトルアリーナにはいろいろな OKE が多数登録されていて、自由に戦うことができます。負けてもペナルティはなく、勝てば戦績ポイントがもらえます。戦績ポイントの使い方は後で説明します。バトルアリーナのやり方はミッションのやり方とほぼ同じです。こちらが勝利した時に得られる戦績ポイントです。ただし勝った時点で味方機が1機やられていると、もらえる戦績ポイントは3分の2になってしまいます。2機やられていれば3分の1しかもらえません。今はまだ味方機がいないので関係ないですけどね。負けてしまったり戦績ポイントをフルでもらえなかったとしても、同じ相手に何度でも再挑戦することができます。完勝を目指して頑張ってください。ただし登録されている敵の中には今の実力ではかなわない相手もいるかもしれません。ご自身の実力に見合った相手を探してください。さてもらった戦績ポイントの使い方ですが、戦績ポイントはショップで使ういわばお金のようなポイントです。今ショップも追加します。それでは実際にショップを見てみましょう。トップメニューからショップに移動してください。これがショップ画面です。ショップといってもお店に似せたバーチャルショップです。レクチャーで全ての装備を紹介しきれないので、お店のようなシステムを用意してみました。商品は先ほど説明した戦績ポイントと交換して購入します。今はまだ商品も少ないですけど、レクチャーの進行に合わせて品揃えも増やしていきます。そうだ、開店記念に武器を一つ差し上げましょう。ハンドグレネードとしてナパームレインが使えるようになりました。ハンドグレネードは発射装置のついていない手投げ式の榴弾です。ただしアグリオスは装備できません。ショップの中にはハンドグレネードを扱える二脚型機体も並んでいます。戦績ポイントがたまったら買って試してみてください。バトルアリーナとショップについての説明は以上です。うまく活用してくださいね。今回は相手から発射された弾を緊急回避する方法について学びましょう。はじめに課題から説明いたします。今回も同型の OKE アグリオスを相手にします。相手はアサルトガンとロケットランチャーで攻撃してきます。特にロケット弾の威力は強く、直撃すると非常に大きなダメージを受けてしまいます。とはいえ急速移動だけでは避けきれません。そんな時にこのチップが役に立ちます。
ジャンプチップを使うと周囲8方向もしくは真上に向かって OKE をジャンプさせることができます。ジャンプすると急速移動より長い距離が移動できます。さらにジャンプ中も射撃を行うことが可能です。ただし機体が地面から離れるために一度ジャンプすると着地するまでキャンセルすることはできません。またジャンプ中の機体は不安定なのでわずかな攻撃でも転倒してしまいます。優れた回避行動となるジャンプですが、こうした短所もあることを覚えておきましょう。とはいえその場からすぐに離れたいときジャンプはとても有効です。早速ソフトウェアに組み込んで課題にチャレンジしてみましょう。操作ボタンが足りないようなら急速移動チップなどと置き換えてみてください。それでは今回の課題を確認しましょう。ミッション目標は相手 OKE アグリオスを破壊することです。アサルト弾とロケットランチャーで攻撃してきますが、特にロケット弾の威力は大きく確実に回避していく技術が要求されます。急速移動チップだけでは難しいと思います。ジャンプチップを活用していきましょう。お見事でした。ジャンプで避ける感覚が身につきましたか？緊急回避については以上です。今日はここまでにしておきましょう。お疲れ様でした。